どうだご準備とかやってますか。しました。列車時刻通りに門司駅を発車いたしました。列車進行方向右手には門司機関区が見えてまいりました。先般廃止が発表されました通称おかみ貨物と呼ばれます島根県おかみ駅までの貨物列車を牽引しておりました米米51型機関車の姿を右手に見ることができます。ここで門司港駅について皆様にご案内いたします。この度開業駅舎開業100周年を迎えました門司港駅は明治24年九州鉄道株式会社の駅として開業し、当時は現在の位置ではなく現在のスーパー駅市場の横付近に駅舎があったと言われております。その後大正3年2月に現在の駅舎に建て替えられ、この度駅舎完成から100周年を迎えました。また門司港駅は JR の駅で唯一重要文化財に指定された駅としても知られております。この列車次は小倉に停まります。小倉到着は9時21分、お出口は右側7番乗り場の到着です。小倉では11分停車をいたします。小倉の発車9時32分でございます。またおタバコお吸いのお客様に改めてご案内いたします。列車内はトイレを含め全て禁煙とさせていただいております。誠に申し訳ございませんが列車内は全て禁煙とさせていただいております。次の小倉駅では喫煙コーナー列車後方にございます。おタバコお吸いのお客様、小倉駅の喫煙コーナー5号車より後ろ寄りの喫煙コーナーをご利用ください。また売店ご利用のお客様、ホームの中ほどに売店がございます。なお発車時刻は9時32分の発車でございます。乗り遅れのございませんようご注意ください。また列車を撮影されるお客様、他のホームにも列車が入ってまいります。どうぞ他のホームの列車にも十分ご注意くださいますようにお願い申し上げます。小倉に停まります。
をご案内いたします。列車はただいま鹿児島本線の時刻表には載っておりませんが東小倉駅を通過いたしております。僕たち時代末期には東京汐留を結びます車を乗せた列車カートレインが発着したことでも知られております。現在ここにホームはございませんがかつてこの東小倉駅から分岐し小倉北区にございます妙見を通り北彦山線の石田駅まで結び猿田地区まで石炭あるいは彦山神宮の参拝者登山客を運んだ北彦山線としてかつて繁栄をした路線の起点の駅でもございました。列車はこれから先右に大きくカーブをいたしまして小倉駅に到着いたします。小倉駅重ねてご案内いたします。お出口ホームは右側7番乗り場の到着です。お降りの際にはお足元に十分ご注意ください。なお停車時間は11分とわずかでございます。お乗り遅れのございませんようご注意ください。